こんにちは、のりこです。今日は全身を大きく動かして心身をすっきりさせるヨガのレッスンをしたいと思います。最近春らしくなってきましたけれども、天気のいい日や朝などにおすすめのレッスンです。それでは早速始めていきましょう。それではおへそを中心にして、体の中心線にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにして、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒して、お尻のお肉を外に出します。左右のお尻を均等に床につけて、そのままゆっくりと骨盤を立てます。息を吸いながら上体を上に引き上げて、吐きながら肩と肩甲骨をリラックスさせます。それでは両手を体の横に下ろします。息を吸いながら右手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を左に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に抜けておきます。斜め上でも正面でも床でも構いません。右のお尻がマットから浮かないように、お尻を安定させたまま、腰から体側を伸ばして肩はリラックスです。では次の吸い息でゆっくり上体を起こして、吐いて右手を下ろします。では反対です。息を吸いながら左手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を右に傾けます。お顔は楽なところに向けておきます。左のお尻でマットを押すようにして、体側を伸ばして肩を緩めます。では次の吸い息でゆっくり上体を起こして、吐いて左手を下ろします。それでは両手を体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。では息を吸い切って、吐きながら体を右にねじって両手を下ろします。左手を右のお膝に、右手をお尻の後ろに指先を置きます。息を吸って一度背骨を引き上げて、吐きながらお腹、胸、お顔の順番で体を右にねじって目線真後ろです。できるだけ骨盤を立てて背骨はまっすぐのままキープです。上半身をねじったまま腹式呼吸をして、内臓のマッサージです。それでは次の吸い息でゆっくり上体、お顔正面です。両手も体の前に下ろします。では反対です。もう一度両手を組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。心地よく長く伸びて息を吸い切ります。吐きながら体を左にねじって両手を下ろします。右手を膝の上に、左手をお尻の後ろです。息を吸って一度背骨を長く引き上げて、吐きながらお腹、胸、お顔の順番で体を左にねじって目線は後ろです。深い呼吸を繰り返します。息を吸いながら上体、お顔を正面に戻します。それでは両手を体の前について、一度お尻を突き直して安定させます。息を吸って尾骨から背骨まっすぐ胸を開いて前を見ます。吐きながら手を前にゆっくり歩かせて、額が床につきそうであれば額をつけます。額を下ろさなくてもお尻を下げて、肩と指先を遠くに伸ばして、腰とお尻のストレッチです。それでは息を吸いながら手を手前手前に引き寄せて、ゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら四つん這いになります。肩
肩の真下に、手首が来るようにして、足の幅は骨盤幅程度、両足の甲はマットにつけておきます。それでは下半身のほぐしから行います。息を吸いながら右足を両手の間に一歩足の裏をつけます。左足をしっかり後ろに引いて、足の甲は床、つま先は真後ろです。息を吸いながらゆっくり上体を起こして、両手を膝に重ねます。一度息を吸って背骨を引き上げて、吐きながらゆっくり腰を真下に下ろします。つま先よりも前にお膝が出ている場合は、後ろの足を引いて調節をします。肩の力を抜いて腰はリラックスです。左の太もも前面が心地よく伸びていきます。それでは次の吐く息で両手をマットに下ろします。息を吸いながら左足のつま先を立てて、吐きながらお尻をかかとで乗せて、手を手前に引き寄せて、指先で体を支えます。右足のつま先は天井です。それでは息を吸いながら、尾骨から頭頂まで背中を背骨を長く伸ばしていきます。胸を楽に開いて、お顔は正面、そのまま深い呼吸を繰り返します。右の足の裏側の筋肉の心地よい伸びを味わっていきましょう。肩はリラックスです。それでは次の吸い息でゆっくりと右のお膝を緩めて、足の裏を床につけます。右足の両側に手をついて、右足をゆっくり後ろに引いて、一度四つん這いです。両足の甲はマットにつけておきます。では反対で同じ動きをします。息を吸いながら左足を両手の間に一歩足の裏をつけます。右足をしっかり後ろに引いて、足の甲はマット、つま先は真後ろです。安定しましたら、息を吸いながらゆっくりと上体を起こして、両手を膝に重ねます。一度息を吸って背骨を引き上げて、吐きながらゆっくりと腰を真下に下ろします。つま先よりも前にお膝が出ている場合は、後ろの足を引いて調節です。肩はリラックス。胸はできるだけちょっと開いたイメージで楽に呼吸をします。次の吐く息で両手をマットにつけます。息を吸いながら右足のつま先を立てて、吐きながらお尻をゆっくりかかとに乗せて、手を手前に引き寄せて、指先で体を支えます。左足のつま先は天井です。では息を吸いながら、尾骨から背骨を頭頂まで心地よく長く斜め上に引き上げます。お顔は正面、そのまま深い呼吸を繰り返します。それでは次の吸い息で左のお膝を緩めて、足の裏を床につけます。左足の両側に手をついて、左足を後ろに引いて四つん這いです。続いて、ねじり、体を少しねじって胸を開くポーズをします。それでは四つん這いになりましたら、もう一度息を吸いながら、右足を両手の間に一歩足の裏をつけます。で、左の膝をちょっと10センチから15センチ後ろに引いて、足の甲はマットです。それでは息を吸いながら、体を右にねじりながら、右手を天井に伸ばして、目線は右手の指先を見ます。左肩の真下に手首が来るようにして、胸はリラックスです。
を吐きながらゆっくりと右手を下ろして、安定したら右足を後ろに引いて一度四つんばいです。それでは反対で同じ動きをします。息を吸いながら左足を両手の間に一歩足の裏をつけます。右の膝を10センチから15センチ後ろに引いて足の甲はマットにつけておきます。安定しましたら次の吸い息で体をゆっくり左にねじりながら、左手を天井に伸ばして目線は左手の指先を見ます。体をねじっていると少し呼吸がしづらいですが、呼吸を繰り返します。次の吐く息でゆっくりと左手を下ろします。安定したら左足を後ろに引いて四つんばいです。四つんばいに戻ったら鼻から息を吸って、吐きながらお尻をかかとに重く下ろします。手を前に伸ばして額をつけてチャイルドポーズでリラックス、お休みです。両手のひらの力をふわっと抜いて背中腰をしっかりと緩めます。息を吸いながら手のひらでマットをして、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。はい、では起き上がりましたらマットの前の方に立ちます。太陽礼拝から行っていきます。それでは足の親指と親指をくっつけて、内くるぶしの間はゴルフボールが1つ入るぐらいのスペースを空けておきます。骨盤を立てて胸、肩がリラックス、両手は体側に下ろします。息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って吐きながら手のひらを正面に、ダイブをするように骨盤を傾けながらゆっくりと前屈です。お膝曲げても大丈夫です。鉄棒にぶら下がっているように脱力、心地よいところで前屈です。次の吸気でお膝の裏を伸ばしながら上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。次の吐く息でお膝を曲げて足の外側にしっかりと手のひらをつけます。息を吸いながら片足ずつ後ろに引いてプランク、板のポーズです。つま先を立てましょう。おへその下に力を入れます。次の吐く息でお膝、足の甲を床につけて、肘を後ろに引きながら両手の間に胸を下ろします。胸がマットについたら息を吸いながら手のひらでマットをして上体を引き上げて、お顔は正面または斜め上を見て肩はリラックスです。次の吐く息で目線をマットに、吸いながらつま先を立てて手のひらでマットをしてお尻を天井に持ち上げてダウンドッグ、下向きの犬のポーズです。お膝は曲がっていてもかかとがマットから浮いたままでも大丈夫です。手のひらでマットをして、その力を背骨からおへその下、お尻へと伝えていきましょう。上半身を心地よく伸ばして、吐く息でできればゆっくりとかかとをマットに近づけて全身心地よく伸ばしていきます。次の吸気でお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間まで歩いて戻りましょう。両足が揃ったら息を吸いながらお膝の裏を伸ばして上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。次の吐く息で前屈です。
お膝曲げても大丈夫です。それでは息を吸いながら両手を大きく広げて、頭が最後になるように上体を起こして、両手を頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろして、親指を胸の中心に押し当てて呼吸を整えます。ではもう一度太陽礼拝を行います。息を吸いながら両手を大きく広げて、頭の上で合掌です。息を吸い切って、吐きながら手のひらを正面ダイブをするようにゆっくり前屈です。お膝曲げても大丈夫です。次の吸い気でお膝の裏を伸ばして、上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。息を吐きながらお膝を曲げて、足の外側に手のひらをつけます。息を吸いながら片足ずつ後ろに引いて、つま先を立ててプランク、板のポーズです。次の吐く息でお膝、足の甲を床につけて、肘を後ろに引きながら両手の間に胸を下ろします。胸が下りてきたら息を吸いながら手のひらでマットをして、上体を持ち上げて、お顔正面、または斜め上を見て、肩をリラックス、深い呼吸を繰り返します。では次の吐く息で目線をマットに、吸いながらつま先を立てて、手のひらでマットをして、お尻を持ち上げてダウンドッグ、下向きの犬のポーズです。肩をまっすぐ伸ばして、手のひらでマットをしていきましょう。ではここから少し動きを加えます。次の吸い気で右足だけ持ち上げていきましょう。少し持ち上げるだけでも、真後ろに伸ばしても、天井に向かって伸ばしても OK です。それでは息を吐きながら右の膝をカクーンと曲げて、体を右にねじって、右の脇の下から天井を覗き込みます。足の付け根が気持ちよく伸びていきます。骨盤をしっかりと右の壁に向けてみましょう。それでは次の吸い気で骨盤をマットに向けて、吐きながら右足をゆっくり下ろしてダウンドッグに戻ります。少し呼吸を整えてから反対の足で行います。それでは反対です。息を吸いながら左足をゆっくり持ち上げます。少し持ち上げるだけでも、真後ろに伸ばしても、天井に向かって引き上げても OK です。次の吐く息で左の膝をカクッと曲げて、体を左にねじって、左の脇の下から天井を覗き込んでいきましょう。骨盤を左の壁に受けるようにして、左の足の付け根が気持ちよく伸びていきます。手のひらでしっかりと体を支えておきましょう。それでは次の吸い気で骨盤をマットに向けて、吐きながらゆっくりと左足を下ろしてダウンドッグです。少し呼吸を整えます。それでは次の吸い気でお顔を上げて、両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いて戻っていきましょう。両足が揃ったら息を吸って、お膝の裏を伸ばして、上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。吐きながら前屈です。鉄棒にぶら下がっているようにブラーンと肩は首リラックス。息を吸いながら両手をゆっくり広げながら、上体を起こして、お顔は正面、頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろして、親指を軽く胸の中心に押し当てて呼吸を整えます。
ます。で、吐きながら左足を大きく後ろに一歩引きます。それでは骨盤の左に向けて両方のつま先を左側に向けてつま先をちょっと内側に入れます。ではここからは前屈、この状態で前屈をしたいと思います。両方の足の裏で均等にマットをして上体は真上に引き上げておきましょう。それでは両手を腰に当てます。鼻から息を吸って吐きながらゆっくりと骨盤を傾けながらゆっくりゆっくりと上体を倒します。それではお顔の前に両手を下ろして両手を床にまたはマットにつけます。両手があともう少しでつきそうという時はブロックまたは厚めの本や辞書を使ってその上に手のひらを乗せてみましょう。それではここから胸を開く動きを加えます。息を吸いながら右手を天井にゆっくりと伸ばして体を右にねじって目線は天井です。そのまま心地よい呼吸を繰り返します。胸が気持ちよく開いて呼吸が深まります。次の吐く息でゆっくりと右手を下ろしてマットにつけます。では反対です。息を吸いながら左手を天井に伸ばして目線は天井です。胸と肩はリラックス、深い呼吸を繰り返します。ながらゆっくりと左手を下ろします。では両手を腰に当てます。息を吸いながらゆっくりゆっくりと上体を起こします。はい、起き上がってきたら足をゆっくりと閉じて座ります。お膝を立てて座ります。足の幅を骨盤幅程度に開いてつま先は正面です。それでは少し上体を後ろに傾けて肩の真下に手を下ろして指先は体の方に向けておきます。それでは息を吸いながらお尻を持ち上げてテーブルのポーズです。二の腕を引き締める効果があります。このままキープでも大丈夫ですが、もしお膝を伸ばせそうでしたら足を前に前に前に歩かせてお膝を伸ばしてみましょう。そのまま深い呼吸を繰り返します。手のひらでマットをしてしっかりと体を支えていきましょう。お尻をキュッと引き締めて持ち上げます。ではラスト一呼吸です。では次の吐く息でゆっくりとお尻を下ろしてあります。それでは手のひらでマットをしてそのまま上体を起こします。お尻のお肉を外に出して骨盤を立てます。つま先は天井に向けておきます。それではラストは前屈です。肩の真下に手を下ろしてリラックス。息を吸って背骨をしっかりと上に引き上げます。吐き
ながら手を前にゆっくり歩かせて、心地よいところで動きを止めます。前屈です。両手はマットの上でも足の上でも、足の裏を取ってもフックを作って親指に引っ掛けてもどちらでも構いません。ご自身が心地よく前屈をキープできるところで呼吸を繰り返します。首の後ろもリラックスです。それでは息を吸いながら、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。中心に引き寄せて、はじめと同じ楽な姿勢で座ります。それでは両手を体側に下ろします。息を吸いながら大きく両手を広げて、頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心にゆっくりと下ろします。親指が胸の中心に当たったら、全部息を吐き切って一瞬息を止めます。ではもう一度息を吸いながら、両手を天井に伸ばしていきます。息を吸い切ったら肘を伸ばします。吐きながら両手を大きく広げて、また体側にゆっくりと下ろします。息を吐き切ったら、両手のひらを上に向けて、また空気を持ち上げるように両手をゆっくりと天井に伸ばして、頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろします。親指が胸の中心に降りてきたら、親指を胸の中心に当ててゆっくりと目を閉じて呼吸を整えます。目を開きます。それでは本日もヨガを一緒に、楽しくしていただきありがとうございます。また次回のレッスン動画でお会いしましょう。ありがとうございました。